中田翔、オールスター選手にダメだし、あれはあかん。絶好調の中田翔はテンションもマックスに、印象に残った選手、コンちゃん、ソフトバンク近藤、かな。コンちゃん、やっぱすごくいいバッティングしていたし、外野の守備も、なんか変に必死に取りに行ってたし、面白くないなと思いながら、こっち跳ね、あえて取らないようにゆっくり走ったりとかしてやっていたのに、あいつ必死に取ったりして、あれは、あかんで、誰の当たりやったかな。そうそう梅ちゃん、阪神梅の、あれは、あかんで、あれ、必死にやりすぎやろ、あいつ。ガチルカトな方みたいな寛大の背で試合したらそらあなる。両チームでちゃんと意見すり合わせしとくべきやな。まあオールスターで怪我するわけにはいかんし、守備は軽めにしとけってノリはあるんちゃうの。守備がぬるかったのも暗黙のルールだったからやね。まあオールスターで飛び込んで怪我したらプロ意識なさすぎだよな。守備緩めてるからバッティングまで緩んでる定期。パリーグちょっと必死すぎてあかんわ。単に冗談で言っとるだけやん。別にガチでも茶番でもどっちでもええねん。全員の意識を揃えといて。中田かけってもともとパの選手のはずなんやけどな。近本の忖度サイクルとかの遊びでやってるんだから、そんなもんでいいわな。オスナの手抜き4球で凡退したせにダメ出しよう。個人的にはいくらお祭りや言うてもプレー自体はガチでやってほしいわ。近藤っていつの間にこんなに守備が上手くなったんや。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。